はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、こちらポケットモンスタースカーレットパート95やっていきたいと思います。まだパート1からパート94見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回はですね、最強大剣器倒せるまで終われませんということでですね、またもや最強ポケモンイベントが来ているそうなので、まずはそちらを確認してからね、はい、実際に倒しに行きたいと思います。ではお知らせからチェックしてみましょう。さあ、こちら黒い結晶のテラレードバトルに最強の大剣器が出現中。最強の大剣器は、4月3日8時59分までの期間、星7の黒い結晶のテラレードバトルに大剣器が出現中ということで、今回出現する大剣器は虫テラスタルで最強の証をつけていますというね、はい、こちらのポケモンが出現します。で、今回はね、このポケモンを倒しに行きたいと思っているんですが、はい、今回ね、もう育っているポケモンでね、挑みに行きたいと思います。それがこちらのハラバリーですね。ハラバリーはですね、パラボラチャージっていうね、電気技を持っていて、まあ、攻撃しつつ回復することができる。さらにアシッドボムで相手の特攻も下げることができるというね、まあ、非常に、まあ、強いんですけど、まあ、他の技ワンチャン覚えさせてもいいけど、ね、まあ、特にいらないかな。このね、冷や水っていう攻撃も、この攻撃をすることで、なんか結構いいみたいなんですけど。まあでも、パラボラチャージとアシッドボムだけでいけそうです。で、今回は、このね、ハラバリ、特攻と防御に全プッパしているポケモンでございます。あれ、防御が最大になってないか？なってるよね。なってます、なってます。特攻と防御で攻撃をね、抑えつつ攻撃をしっかりしていくという、そういうポケモンになっていますんで、はい、おそらくクリアできるんじゃないかなと思います。で、このハラバリーの育て方は、前回のね、最強ポケモン、ジュナイパーだったかな？ジュナイパーの時に、こういう風に育てますという形でですね、まあ、動画でご紹介、紹介させていただきました。ですのでね、まだね、ちょっと育て方わかんないよっていう方はですね、そこからね、ぜひチェックしていただけたらなと、はい、思います。なんかね、花粉症来たのか、体調良くないのかわかんないんだけど、鼻水がすごくて、なんかついにマスオも花粉症来てしまったのかっていう。しかもね、頭もね、ちょっと痛いしっていうね。なんか花粉症になるとさ、風邪っぽい症状が結構出るんですよね。だから僕さ、あ、この春、スギ花粉は大丈夫だったけどと思ってたけど、もしかしたら違う花粉がさ、今来たかもしんないなと思って、結構、今日一日ね、あ、なんか体調良くないなって思ってました。いけー、飛べー。そういえばもう少しでね、このシーズンも終わりますね。そしたらね、純伝説ポケモンを含んだね、ランクマッチがようやく解禁ということなんですが、結構楽しみですよね。さあ、さらにこの上かな。最近ね、ランクマッチちょいちょいやってんだけど、勝てなくて。勝てなくて、とか言って。もうちょっといろんなポケモン試したらいいんだろうけど、ね。あったー！ガーディとウィンディが守っている。伝説ポケモンですね。ウィンディはね。はい。ということで、こちら、テラレードバトル大剣器一人で挑んでみたいと思います。果たして、マスオは勝つことができるのか？楽しみだな。どんな攻撃してくるんだろう？今回ね、初見。ただ、ハラバリーで結構いけるっていう情報は、得た。さあ、来ました。虫テラスタルの大剣器。まあ、虫テラスタルは一般的にあんまり強くないって言われているようです。やっぱりね、効果抜群が多いらしいから。
気合いだめ。さあ、アシッドボムしちゃいましょうか。メガホーン。さあ、どのくらい食らうんだ。急所。電気に変えて、アシッドボム。さあ、マスオが一体どのくらい攻撃食らっているのか、見えませんね。危なっ。2連続急所やばいな、これ。みんな急所やん。うわ、素早さ下がったし。全然来ない自分のターンが。うわ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 。これはパラボラチャンスで回復するしかない。うわー、これ勝てんのかな。これ大丈夫なんかな。さあ、エネルギーが集まり始めて、さらに厳しい状況になりました。え、これ結構きついね。4321、あれ勝てるって見たんだけどな。こうなったら一回リフレクター貼っとく。メガホーン。まあ、急所率がやばかったよね、連続で。リフレクター。これで数ターンは、物理ダメージに強くなる。で、アシッドボムで相手の防御力を下げる。地ならしがやばかったもんな。急所。急所強え。アシッドボム。さあ、でも次のためにアシッドボムガンガンやっとこう。一回やられてもいいや。おーしよ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 し。さあ、電気に変えて、もう一回やられることができる。さ、その猶予あるから、ここでパラボラチャージ。テラスタル切りたかったけど、ここで急所を受けてテラスタル食らっちゃうともうクリアできないの確定しちゃうから、そうそうそう、これでいいの、これでいいの。さあ、ここから多分テラスタル切って攻撃しまくればいけんじゃないかな。さあ、もう2回すでにやられてしまった。大丈夫かな。ユーバック、うわ、悪い効果を打ち消していく。ちょっとこれは勘弁だわ。まあ、テラスタルまで行けたから、これで最強大剣器をちょっと削ってみよう。さあ、腹張り行け。どのぐらいダメージ出せるかな。おー、大丈夫大丈夫。電気に変えて受けて、で充電することによって電気タイプの技が強くなる。あ、結構削れるね。あ、回復もできる。これいけそうだな。アシッドボムもう一回投げれば、その特防下がっていけそうな気がする。アシッドボム。オッケー。で、パラボラチャージ。ドリルライナーが地味に強い。だが、しかし、電気に変えて、パラボラチャージ!さあ、これで、さあ、テラスタルはなくなった。あ、テラスタルというか、テラスタル?あ、じゃないわ。テラスタルじゃなくて、光の壁はなくなった。ここでアシッドボムをもう一丁。さあ、あとは時間との勝負だな。もうこれさ、普通のなんか星6みたいな感じで戦えちゃいますね。ぶっちゃけ強くない。
なんか今までの最強の絶望感がちょっと少ないですよ、このポケモン。ねえ、さあ誘爆いけ、パラボラチャージ。さあ回復、この回復しながら攻撃できるっていうのが最強ですよね。さあ特定の変化をなくしていきましたけど、もう一丁シットボム加えますか。これでもう6段階特防が下がっている状態。さあ後半になったら剣の舞をなんか使ってくるっていうのは見たな、確かに強っ。これは強いわ。先に攻撃させて。相手じゃないよね、こっちだよね。あぶねー、あぶねー。よーし、全回復。よしよしよし、これでもう負けることはないか。強っ。2連続とかないよね。バラバラチャージいけ。オッケー、もう少し、あとちょっと。いいよ、強いよ。だいぶさ、そのドリルライナーもさ、攻撃の幅あるね。残り100ぐらいまで行くときもあれば140残すときもあって。さあということで、ハラバリーで無事最強大剣姬を倒すことができました。さあ何のボール使おうかな。これ使ってウルトラボール使いたいぐらいな気持ちではいるけど、クイックボールでいいかな。いや、ダイブボールにしよう。行け大剣姬。シュー、かっこいい。やったー、やったー、大剣姬を捕まえたぞー。ということで、特製カプセル、特製パッチ、そしてテラピース虫、銀の王冠などをゲットすることができました。まあテラピースね、先週あったラッキーのところで集めた方たくさんいるかもしれないですけど、虫を集めたい方はこのタイミングいいかもしれないですね。ちょっと時間かかるけど。さあということで、最強大剣姬見てみましょう。さあ大剣姬、アクアカッター、メガホーン、辻切り、ドリルライナー、そしてリボン。ってことなんですけど、どうせだったらさ、ミジュマルも見たくない？ってことで、ミジュマル見たいからカラフシティへレッツゴー。いやー、まだ結局さ、色違いにゃを果ててないからね。今たくさん、もう満パンぐらいに卵を今用意したところです。さあカラフシティでないもんね。ちょっとミジュマルだけ見よう。ミジュマル、よーし、かわいいんだよね。なんかまあポケモン図鑑にはね、まあ、載らないけど、この今登場している、なんかポケモン図鑑には載っていないけど、このさ、ポケモン相談度、あ、相談度じゃないわ、
スカーレット&バイオレットにさ、こう載ってるポケモンたちの図鑑みたいなのあったらいいのにってちょっと思っちゃいますよね。さあさあ来た大元気。おい大元気近いんじゃい。さあ大元気かわいいですね。こんな感じなんだ。へえ。なんか貝殻っぽい感じありますしね。へえ。正面からも見てみる？あ、正面向かしてくれない？おー、かっこいいかっこいい。動かないで。で、卵が。二つ引き取るか。よし。はい、ということで、この卵を、孵化させて、ミジュマルを、ね、見てみましょう。これで奇跡的に色違い出たらやばいよね。さあさあさあ。まあ、腹張りで、ね、倒すことできますからね。今回はみんなね、その特別なポケモン作らなくても別に普通に腹張りでいっかってなるんじゃないですかね。やっぱりね、その都度作ってるのね、多少めんどくささはね、ありますし。あと、ハラバリーのさ、特攻防御型って結構みんな育ててるだろうし。さあ、見てみましょう。かわいい！ニジュマルが出たー。やっぱかわいいですね、ニジュマル。まあ、もう一個だけ。させときますか。よいしょ。かわいい。はい、ということで大元気の進化系の水前、あ、大元気の進化前の、お、あれテラスタイプ水になってんだちゃんと。これレベル上げるでも水ですよね。なんかさ、前ジュナイパーだったかな、レベル上げたらさ、なんかテラスタイプがさ同じになっちゃったんだよね。そのうう大元気っていうか、その最強ポケモンと進化するとそうなるのかな。アンコール、アクアテール、敵討ち、剣の舞、ハイドロポンプ。ちょっと進化系も見てみよう、一応。二重丸大元気って僕やってないからさ。はぁ。ふたっち丸。かわいい。で、このふたっち丸が進化すると大元気と。剣の前。おや？かわいい。急に変わるよね。ガオーン。切り裂く。はい、ということで大元気になりました。テラスタイプは？あ、水のまんまだ。あれなんでだろうな、前。買ったら気のせいか。はい、ということで、まあ、大元気ね、無事捕まえて、来ることができました。ぜひですね、皆さんもね、期間限定の最強ポケモンになっていますので、ね、捕まえてみてはいかがでしょうか。ハラバリーのね、育て方分からないよっていう方はですね、概要欄にその育てた時の動画貼っておきますので、ぜひそれをね、参考にね、作ってみてくださーい。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。
よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。